大野ダムは、京都府南端市宮間町柏原、一級河川、由良川本流上流部に建設されたダムである。高さ61.4メートルの重力式、コンクリートダム。由良川の治水と出力1万1000キロワットの、水力発電を目的とした由良川、総合開発事業の一環として、内務省、後に建設省近畿地方建設局により計画。 施行された京都府内発の多目的ダムであり、完成後は京都府に管理が移管された。ダムによって形成された人造湖は虹の湖と呼ばれ京都丹波高原国定公園に指定されているほか、北区田郡宮間町の推薦により、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。なお、同名のダムが北海道北都市。 岩手県九古郡広農町、山梨県上野原市にも存在する。綾部市山下付近を流れる由良川。由良川の大半は山地を流れる。ダムが建設された由良川は、京都府北部を流域に持つ、府北部最大の河川である。京都。 滋賀府県境の三国竹付近に水源を発し、京都大学阿蘇生原生林を通過して、伊碁南端市を西に流れダム地点を通過後船内郡、京丹波町で高谷川を合わせると北西に流路を変え、綾部市を貫流。福知山市内に入り福知山城付近で長谷川を合流すると流れを、北から北東へ向け山間部を流れ、宮津市と舞鶴市の市境にて、若狭湾に注ぐ。 流路延長約1 4 0トル、流域面積約1880平方キロメートルの河川であり、流域面積は京都府面積の約37%を占める。揺ら川には、大野ダムの他町ダム、揺ら川ダムが本流に建設されているが、大野ダムは最上流部に位置する。なお、ダム建設当時の所在自治体は北区和田郡大野村であり、その後、 昭和の大合併を経て、北区はダグ宮間町となったが、平成の大合併で、周辺自治体と合併し、現在は南丹市となっている。ダムの名称は、旧王の村が所在地であったことから、所在地名を取って命名されている。王のダムは、戦前より計画され、戦争による中断を経て事業が再開された。以下建設開始までの遠隔について記す。 大野ダムと同時期に内務省により計画されたタ成ダム。1954年完成。1925年に当時、東京帝国大学教授、内務省土木試験所所長職にあった、物ノ長が提唱した、加水統制計画案は、内務省内務議官であった、青山氏によって採用され、国策となり、1937年に予算化された。 これにより、日本各地で多目的ダムによる河川開発が計画されるようになり、青森県の沖浦ダムを皮切りに、香川県の長江ダム、山口県の高道ダムなどが計画、施行され1940年には、高道ダムが日本で初めて完成、供用された。当初は、都道府県単位で実施された河水統制事業は1941年より、 内務省直轄としても計画されるようになり、その第一弾として、岩手県の多瀬ダム、宮城県の鎌房ダム、兵庫県の稲川ダム、そして由良川のダム事業が内務省直轄事業として計画、着手され、ここに大野ダム計画が成立する。由良川は流域の89%を産地で占めており、平地は中流部の福地山盆地程度である。 しかも福知山より、下流は再び両岸が山地となりそのまま、川口まで山地を貫流する河川形状となっている。また、福知山市は、桂川の亀岡市や北上川の岩手県一ノ関市、筑後川の大分県日田市、熊川の熊本県人吉市などと同様に大雨が、降ると洪水が、下流協作部でせき止められて、盆地内に淡水する有様となり、 古くより、洪水上周地帯として、採算被害を受けていた。これに対して由良川の河川改修事業は、堤防の整備が主体だったものの、わずかな平地で利用される農地を潰すことになるため、整備が行いにくく、福知山市周辺で堤防が建設されていた程度で、あり、綾部市などでは全く整備が遅れていて、原始の河川形態であった。 根本的な治水対策を図るためにダム計画がクローズアップされ、大野ダムは1943年より内務省により着手された。舞鶴市にあるジャパンマリニュナイテッド舞鶴事業所。戦前同地に舞鶴海軍交渉があり、大野ダムの電力を利用する計画であった。大野ダム計画が構想されていた時期は、 太平洋戦争に突入する時期でもあり、本来地域開発に貢献するはずのダム事業も、軍部の意向でその目的がねじ曲げられる事例が、発生していた。神奈川県の相模ダムでは、横須賀海軍交渉への電力、水道供給を求める、大日本帝国海軍の意向が強く現れ、ダム建設に反対する水没予定地住民に対し、小磯国明、荒木貞夫、 杉山本など大日本帝国陸軍首脳が海軍と共に陸海軍合同艦兵式を相模川で挙行して反対住民に圧力をかけた。また多瀬ダムでは大船渡市の人口廃屋ガソリン工場製造のための電力供給目的を追加するよう海軍が迫り、広島県の二級ダムでは呉海軍交渉への電力水道供給を目的とするため海軍が ダム事業者として参入するなど、戦時体制遂行のため軍部は、なりふり構わず、河川行政に介入していた。また、1939年には、電力管理法に基づき日本発送電が誕生し、1941年には、廃電統制令も発令されたことで、電力会社は旧廃電会社に強制的に吸収された。こうして、河川事業と密接に関わる、 水力発電事業も国家管理が行われ、下水統制事業は事実上軍部に掌握されつつあった。大野ダムもこの例に漏れず、軍部の移行が計画に反映されていた。由良川下流部には、舞鶴市があるがこの地には、横須賀、呉、佐世保と並ぶ海軍の数用な施設である、舞鶴海軍交渉があり、交渉への電力供給は、 戦時体制遂行の上で重要な案件であったことから海軍は大野ダムを利用した水力発電事業で舞鶴海軍交渉への電力供給を内務省に求めたこのため当初揺ら川の治水目的を主眼に置いた大野ダム計画は海軍の介入によって水力発電目的を主目的とされてしまい治水は副次的な目的にすり替えられたなお 当時計画された、大野ダムの規模は、現在のダム地点より、下流200メートルの地点に、高さ69メートルの重力式、コンクリートダムを建設するものであった。以上の経緯により、大野ダムは治水と水力発電を目的にした、多目的ダム事業として着手され、基礎岩盤の掘削工事が開始されるが、太平洋戦争の戦局は、 次第に日本不利となりあらゆる物資が不足。ダム事業の遂行も次第に困難となり1944年には小磯内閣が決戦非常措置要項を発してすべての物資を戦争に動員する方針としたことで建設資材が欠乏。日本各地のダム事業は軒並み中断に追いやられた。大野ダムは こうした中でもマイズル海軍交渉への電力供給という目的があったため事業が進められたが1945年日本の敗戦によりダム事業は中断となった。日本の敗戦によりマイズル海軍交渉への電力供給という最大の目的が喪失した大野ダムは極端な物資不足も相まって終戦後事業は白紙状態となった。 しかし揺ら川の河川改修はダム計画成立前よりもひどくなっていた。河川改修が全く進捗しないだけでなく戦中の森林乱発によって揺ら川上流の森林は破壊され、保水力は極端に低下していた。このため、治水安全度は皆無に近い状況の中で1945年10月、揺ら川流域を集中豪雨が襲い、 福知山市より下流では屋根にまで達する床上、浸水の被害が多発した。この洪水を機に浦川水系の治水計画が再検討され、洪水時に記録した最大流量を計画降水流量として、河川改修を進める方針が内務省、解体後河川行政を継承した建設省によって建てられた。 福知山市地点の計画降水流量を毎秒4100立方メートルとして、新基地水事業で毎秒3100立方メートルに抑制する浦川、改修全体計画が1947年に定められた。この計画で、堤防整備に加え一旦白紙になった、大野ダム計画が持ち上がり、ダム地点の計画降水流量毎秒2000立方メートルをダムで、 毎秒600立方メートル洪水調節して、下流には毎秒1400立方メートルに抑制する方向で検討され、合わせて戦後の電力不足解消を図るため水力発電も従来通り負荷することとし、調査の結果最大で1万1000キロワットの発電がダムによって可能と判断されたことで洪水調節と水力発電のに目的を持って、 ダム計画が1949年に再度浮上した。ところが、淀川をはじめ近畿地方の合戦に致命的な氾濫をもたらした1953年9月の台風13号は揺ら川を再度暴れさせた。この時の洪水は、福知山市で揺ら川改修全体計画で定めた。 計画降水流量を大幅に上回る毎秒6500立方メートルの洪水となり、由良川流域だけで死者、行方不明者120名、家屋流出、全回3013個と福知山市や綾部市などに、再び甚大な被害を与えた。台風13号の被害を受け由良川改修計画は、再検討を余儀なくされ、福知山市での計画降水流量を、 台風13号時に記録した毎秒6500立方メートルに工事記事した上で、大野ダムは、ダム地点の計画降水流量を、毎秒2400立方メートルと毎秒400立方メートル上積みし、ダムの洪水調節量を、毎秒1000立方メートルと拡大させて下流へは、従来計画と同じ流量に抑制する方針とした。こうした経緯を踏まえて、大野ダムは、 改めて多目的ダム事業として計画が整い国直轄ダム事業として1951年10月より建設省近畿地方建設局より計画構想が発表され1954年には工事事務所が発足しダム建設に必要な資料を収集する実施計画調査が開始された 大野ダムは1951年に現在の規模でのダム計画構想が発表されたが、ダム建設に伴い、北区和田郡大野村と宮島村で39戸39世帯の住民が移転を余儀なくされ、水田56ヘクタール、二十5ヘクタール、山林107ヘクタールが水没する。計画発表に先立ち、京都府をはじめ、福知山市など浦川沿岸自治体は、 京都府由良川改修工事規制同盟会を6月に立ち上げ大野ダム建設を強力に推進したがダム建設により故郷を失うことを察知した地元住民は8月には大野ダム被害者同盟を結成してダム建設に対し強硬な反対姿勢を示した以後地元のダム建設絶対反対姿勢は貫徹され1952年9月の建設省による 保障基準説明を、地元は拒絶。翌1五十三年六月には、第一回水没保障説明会を開催するも、地元の意志は固く、台風十三号による揺ら川大水害を経ても、なお地元の反対運動は継続する。当時京都府知事であった、荷川虎像は、台風十三号による、京都府の山上を見て、大野ダム建設促進を図るべく、 地元住民への説得に乗り出すが、故郷を失うかもしれないという瀬戸際に立たされていた、住民はこれを拒絶した。皆川は、揺ら川治水事業の根幹である、大野ダム建設は、不可避と考えていたが、地元住民の意向も無視できず双方が円満に、収まることを目指し、以後積極的に建設省、下流自治体と地元間の仲裁を図る。下流自治体は、 台風十三号の甚大な被害を受けていたこともあり、大野ダム建設を切に要望しており、建設省の地元の反対に関わらず大野ダムは、建設すると強硬な姿勢を見せていた。荷名川は1952年5月20日の規制同盟会で、大野ダム建設の必要は認めながら、住民の犠牲は最小限に抑えるべきであり、建設省は移転住民に対して、 十分な保障を講じるべきだという意見を述べた。また1953年12月6日大野村立大野小学校で住民200名が参加して開催された地元説明会で、皆川は住民の生活基盤を失わせないため国には十分な保障を行わせると同時に府としても農業経営基盤確保のための対策を講じると説明。 移転住民が不利益を受けないよう京都府が協力することを約束した。1954年に入ると地元の態度も次第にんか2月に宮島村民大会でダム反対決議が採択されたものの地元と下流自治体との懇談会などを経て12月にはダム建設のための地元立ち入り調査がようやく認められ実施計画調査が開始された。 1955年に大野、王の宮島両村が合併し宮間町が発足するが、このまま、皆川は、反対する、地元住民と建設召喚を仲介、地元が損害を受けないように様々な地元、振興策を提案した。こうした、皆川の姿勢が、反対住民の心を動かし、1956年4月被害者同盟は、絶対反対の方針を撤回し、 条件闘争に対応を変更した。これについて、大野ダム被害者同盟会長であった、上原義太郎は、京都新聞のインタビューに対し以下のような心情を、とろしている。京都新聞昭和31年12月16日付記事、荷名川の誠意が、移転住民をして、条件闘争に、方針転換させた。京都府は6月に連絡事務所を設置して、 保証交渉を円滑にする対策を、強化12月8日には、地元住民との保証交渉が開始され31日大晦日に、全員打結するが、前日の蜷川と建設省近畿、地方建設局長官の最終折衝で、蜷川が移転保証額と国の保証額を、地元要求額に近づける額にすることを、 建設省側に認めさせたことが妥結の大きな理由となった。翌1957年12月には漁業保障が、さらに翌1958年3月には公共保障が妥結して7年にわたる保障交渉はすべて妥結完了し、11月被害者同盟は解散した上で地域振興促進を目指す大野ダム地域振興協議会へと改組した。 この間、京都府からは協定感謝金、下流自治体からは、見舞い金が別に払われた。京都府は、移転住民をはじめダムに関連する農家350校、対象に、営農5カ年計画を提示して、移転前よりも、農業経営を進行させる、様々な方策を取った。新規農地造成だけでなく、丹波牛肥育による落農の導入、茶畑造成と、 生茶工場建設、養鶏場整備、椎茸やわさびといった新機能作物の育成などが主なものである。1959年には、落農組合、茶業組合が結成され、地元は新たな農業の育成へと歩み出した。またダムによって形成される人造湖の観光への活用も図られていく。大野ダムは1961年5月に完成するが、 1941年の計画構想から実に20年、戦後本格的な建設構想が発表されてからは10年という長い年月を経ての完成であった。蜷川の保証問題に対する考えは、どこまでも被害者は被害者でないようにしたいという理念で一貫しており、保証交渉打結に与えた影響は大きい。さらにこの蜷川の理念は、 日吉ダム建設における、林田幸夫京都府知事の対応にも受け継がれ、日吉ダムは現在京都府有数の観光地として、賑わいを見せている。大野ダム保障交渉における、京都府の姿勢は1974年に制定された、水源地域対策特別措置法の理念に近く、建設省の姿勢が原因で当時反対運動が、激化していた熊本県の下請ダムにおける、 八の巣城紛争や群馬県の八っ葉ダムとは対照的であった。右岸から見た大野ダム。停滞が折れ曲がっているのがわかる。大野ダムは1957年11月より本体工事に着手した。ダム地点の地質は秩父湖清掃であり、年番岩とチャートが互いに層をなしている。重力式、コンクリートダムとしては問題ない地盤であるが右岸は、 カシダン球となっている。このため洪水を放流するための洪水破棄は左岸に偏っているほか、停滞右岸部は折れ曲がっており、上空から見ると、ひらがなのへの字になっているのが、ダム本体の特徴となっている。高さは、戦前の69メートルから揺らがは、回収全体計画において67メートルとなり、最終的に現在の61.4メートルに低く、抑えられた。 また洪水を放流するゲートは当初計画後、水流量に近い洪水時に使用する非常用洪水破棄が2問、通常の洪水時に使用する常用洪水破棄が3問、設置される予定であったが、最終的に非常用洪水破棄が1問増設された。本体工事に使用する各種プラントは、奈良県にあるサルヤダムで使用したものを再利用しており、 事業費の圧縮に貢献している。1961年11月にダムは総事業費約29億3093万円を持って完成するが、翌1962年3月、ダムの管理は建設省から京都府に移管されて現在に至る。国から管理が地方自治体に移管された。 多目的ダムとしては、大野ダムの他、秋田県の鎧畑ダムと水瀬ダム、宮城県の大倉ダム、高知県の長瀬ダムなどがある。大野ダムの目的には、洪水調節と、水力発電の二つがある。ビジターセンター最大の目的である、洪水調節は、戦術の通り1953年の台風13号による洪水を計画後、水流量とし、ダム地点における。 計画高水流量毎秒2000立方メートルから毎秒1000立方メートルを調節し、下流には毎秒1400立方メートルへと流量を抑制する。これに堤防などの稼働回収を組み合わせて、止水基準点の福知山市における計画高水流量毎秒6500立方メートルを毎秒5600立方メートルに抑制する。 ダム地点より調節後の流量が少ないのは、ダム下流の支流より注ぐ、流量分を加味しているためである。良川水系において、止水目的を有する季節ダムは、大野ダムと畑川ダム、栗からダムがある。大野ダム下流で良川に合流する高谷川、神田谷市川、長谷川など主要支流にはダムが建設されていない。こうした状況の中、2004年10月に、 京都府を襲った台風23号は揺ら川流域に平均292.6ミ、mm、リメートルの大雨を降らせ揺ら川本流、支流が増水し、舞鶴市で堤防が決壊するなどして大きな被害をもたらした。大野ダムでは流入量が毎秒1,186立方メートルに達し、ダムは 毎秒723立方メートルを放流して、毎秒463立方メートルの洪水量を調節した。しかし、豪雨のピークがこの時二度の山となって襲ったため、ダム湖は洪水で満杯となり、これ以上水位が超えると、ダム本体から洪水が越流して危険な状態になるサーチャージ水位まで、残り2メートルのところまで迫っていた。通常であれば、 ダム本体の決壊という最悪の事態を避けるため、放流量を流入量と同等になるように増やしていく、いわゆる正し書き操作が実施されるのが、ダム放流操作の鉄則となっており、大野ダムの操作規定にも明記されていた。ところが10月20日夜、由良川下流の舞鶴市を通る、国道175号を走行していた観光バスが、由良川の増水で立ち往生し、増水により、 乗客37名がバスの屋根に避難する事態が発生、ダム管理事務所にも一報が入った。このため人命救助を最優先とするため、京都府副知事の指示により、洪水でダムが溢れる直前の限界まで貯水し、放流を抑制する対応を取った。この結果、翌21日に乗客37名は無事救助されたが、 仮に放流量を増やした場合は37名の乗客が濁流に飲み込まれ逆に放流を抑制したままであればダムから洪水が越流する危険性が極めて高かった。際どい放流操作ではあったが管理側の英断により37名の命が失われずに済んでいる。人命救助を理由に ダムの放流操作を制限した例としては1968年8月岐阜県、鴨郡白川町の国道41号で発生した、日田川バス転落事故において、救助のため直上流にある、上浅尾ダムの放流を断続的に停止した中部電力の例がある。大野発電所。ダム直下にあるが、発電所は地下に建設されている。 良川水系では1917年に支流の宮川で運用開始された内空発電所が現存する最古の水力発電所である。大野ダムでは戦術の通り、舞鶴海軍交渉への電力供給を求める海軍の意向で水力発電目的が追加されたが戦後事業を再開する際にもそのままダムの目的として残った。理由としては、 戦時中の空襲や発電設備の国士で減衰した電力供給に対して戦後民主への使用制限が解除されたことによる爆発的な需要増大で受給バランスが崩壊し発生した深刻な電力不足を解消するためであり、火水統制事業を開組した河川総合開発事業において水力発電事業が多く実施されていた。ダムを取水元とする。 大野発電所は認可出力1万1 0 0 0ット、常時出力8 0 0ットのダム式発電所であり、揺ら川水系最大の水力発電所である。発電所は地下に建設されており、立軸カプラン水車と同期発電機が各一機据え付けられている。発生した電力は、京都府北部の家庭に供給される。この後揺ら川水系では本流に百六十八年、 ワチダムとワチ発電所、1991年に、新浦川発電所が運用を開始して、浦川水系の水力発電開発は終了する。なお浦川水系の水力発電所6カ所中5カ所は、関西電力所有であるが、大野発電所のみ、京都府営の発電所である。虹の湖石費用のダム完成によって誕生した、人造庫は、 1960年11月に、虹の湖と命名された。春には桜、秋には、紅葉が湖畔を、彩り名所として知られているがこれは、虹の湖が命名される8ヶ月前の1960年3月に、桜ともみじが2500本植樹されたのが短所となる。大野ダムの水没保障交渉が打結して、被害者同盟が解散。 大野ダム地域振興協議会が結成されて、宮間町の地域振興策が様々実施されていた中での植樹であった。毎年4月には桜祭り、11月にはもみじ祭りが開催されるが、多くの観光客で賑わい、地域振興策として行われた植樹は、町の活性化に一役買っている。 湖畔周辺には遊歩道が整備され散策ができるほか、大野ダム公園がありアウトドア施設が整備されている。またビジターセンターや、宮間虹の湖アートギャラリーといった施設もある。また2002年には、読売新聞大阪本社の選定による、遊歩百選に、虹の湖周辺は、かやぶきと虹の湖として選定されている。2016年3月には、 京都丹波高原国定公園の指定を受けた。タム、虹の湖周辺には1650年に建築された年代が確認できる日本最古の農家住宅で国の重要文化財にも指定されている石岳住宅や茅葺やきの里、北村といった伝統的住宅群、江戸時代初期の投稿である野々村一清の成果といった歴史的な観光スポットもある。 また、虹の湖では、ブラックバス釣りが盛んで、50センチメートル以上の大物も釣れることから、多くのバス釣り合い効果が訪れる。湖へのボート持ち込みは禁止されているため、レンタルボートの利用が行われている。なお、青森県黒石にある浅瀬石川ダムの人造庫も、虹の湖という名称である。大野ダム、虹の湖へは、公共交通機関では、 JR 西日本、山陰本線は地駅下車後南端市営バスで15分ほどの工程である。自家用車では、京都中間自動車道、京丹波は地インターチェンジ下車後、約20分で到着する。1988年に浅瀬石川ダムが完成したため水没し、減損しない。太平洋戦争により、事業が中断され。 戦後も事業が再開されずそのまま中止される。詳細は、日田川バス転落事故を参照。ありがとうございます。